はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆様このゴーライテザボルグというモンスターご存知でしょうか。あのこれちょっと最近コメント欄でですね、あのザボルグ使ってくださいみたいなあのコメントありましてですね、ちょっとデッキ考えてみるかと思って、持ってきたんですけども、これどういうモンスターかっていうと、このカードがアドバンス召喚に成功した場合にフィールドのモンスター1体対象にとって、破壊できますよと。はい、で破壊したモンスターが光としてやったら、そのモンスターの元々のレベルまたはランクの数だけ、お互いはそれぞれ自分のエクサデッキから、カードを選んで墓地を送りて、で、このカードが光属性モンスターをリリースしたアドバンス召喚していると墓地を送るカードを自分が選べるよと。だから要はこれあの切腹できるんですよ。ザボルグってザボルグを破壊できるんですけど、こいつ自分破壊すると8枚相手のエクサデッキ破壊できるんですね。はい、8枚エクサデッキ破壊だから、あと7枚あのエクスタデッキ破壊すればもう全部エクスタデッキ破壊できるんですよ。でエクスタデッキ使わないデッキって、まあ、今ラベルネスとかがまあ一応あるんですけど、まあエクスタデッキ使わないデッキあんまないから基本的にはね。なんで、まあ、ザボルグでエクスタデッキ破壊できれば勝てんじゃねえかと思って、今回はこのアルバゾアっていう最強モンスターですね。これはい、これ一旦に一度自分のメインフェーズに、自身のエクスタデッキのカード2枚につき1枚エクスタデッキからまたは手札からカードを選んで墓地を送るっていう効果を相手に強制できるっていう。だから先行でドラグマアルバゾア出して効果使うと大体相手エクスタデッキからカード7枚墓地を送ることになるんですよ。だからまあちょっとヌトスとか入ってるとあれなんだけど、あの厳しいんだけど、まあそういうカード、まあエクスタデッキを要はあの墓地を送るっていう方法で相手と戦っていくデッキじゃなければアルバゾア君の効果通れば最強なんで、アルバゾアとザボルグで相手のエクスタデッキを15枚破壊して、もうゲームできなくさせるっていう、はい、デッキを組んできました。まあいつも通りのねちょっと展開になってるんですけども、まあ一応ザボルグ君が活躍させられればいいなということで、はい、組んできたんで見てください。出るスタンバイ。いやー、なるほど、ハカーナは強い、ハカーナは強い、マジでハカーナは最強まである。一応、悲願2周いけるから、これあれなんだよな、オフレススコーピアから行くとちょっと召喚権足んなくて、あれなんだよね、できんのよね、召喚権ってさ、ルール的にさ、1回しか増やせんみたいなさ、話あるからさ、ちょっとですね、1枚初動はやっぱ、まあ、ベイゴマックスは一番初動なんですけど、圧倒的に。はい、召喚権使わないんでね。ベイゴマックス、俺だけデッキの中に30枚ぐらい詰ましてくんねえかな。うん、さていけるわ。安定感爆上がり。まあ、手札5枚全部ベイゴマックスってなるけどね、そしたら。揃ってきたらね、揃ってきた場合はで、ゼンマイコーン来ました、最強モンスター。あ、オッケー、なんもなそうだな。とりあえずなんもないんだったら、お見舞いしていくか、最強ムーブをな。ちょ、すまんな、あのクソムーブ長えから、すまん、全部見てもらうからよろしく。で、ゼンマイコーン効果、はい。ちなみにさ、このゼンマイ回してると、なんかあのコメント欄でよくさ、なんかゼンマイムーブ回すのあまりにも早すぎて草みたいなコメントつくんですよ。最近ね、ついたコメントで面白かったのはね、なんか手の細胞で回してるって言われて手の細胞が回し方を覚えていて、なんかどうでもいい雑談をしながら手の細胞だけで回してるみたいなコメントついてまして、マジ笑いました。1個言うとその通りです。はい、その通り。もう手の細胞がもうね、何を出せばいいかがね、まあ、この辺まではですね、ちょっとね、変化があるところだけがちょっとあれなんですけども、まあ、この辺までは、大体、手の細胞が覚えていて、勝手に回せるみたいな話はある。はい。ダークグレファーかっこいいから持ってきて。で、イゾルディングからの4枚、おい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 。で、おい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 。この辺はなんかあれだよな、マンネリ化しつつあるような逆に、もはやこの展開なんかさ、逆に言うとさ、なんかもうちょっとなんかさ、こう革命的なソリティアギミックみたいなちょっと欲しいよな。うん、クソ時間かかるけど、ゲールドグラループとかあの辺はまあ、ソリティアギミックではあるんだけど、正直デッキの枠が膨らむんだよね。うん、だからね、愚かな埋葬持ってきてるのこれ意味わかんないけどな、よくわからん。これなんかさ、ザボルグサーチしたかったんだけどさ、ザボルグサーチするカードないの、これ
ザボルグサーチするしようと思ったんだけど、ザボルグをサーチするの無理で、なんかじゃあ落として回収するしかねえかってなったんだけど、はい、なんかもうちょっとなんかあの何やりようがありそうな気はしないでもないな。で、神聖魔高校セレーネちゃんの効果によって、はい、でサモンプリースティングを出して、効果を起動し、一角獣のホーン最強カードを墓地送って、でレスキューフェルトと、まあ、この間の動きはね、いつも通りみたいなとこありますね。はい、でセレーヌちゃん出します。ほいえい。で、レスキューフェレッツ効果、ほいほいでほいと、まあ全員誰やねん、まあまああのあれか、デクレラーディバイナーだけはまあまあ有名か、全員誰やねんかあんだけど、まあまあで、ここでアデク出して、はい、で、ファラオの化身効果、ファラオの化身自身を特殊召喚、シンクロサインになると自分の墓地のアンデッド蘇生みたいな効果あるんですけども、これファラオの化身って単位値がなくてね、めっちゃ強いんですよ。で、リバイブルの効果で蘇生して、これ実質バルブです、先行で使えばバルブもはや。で、アデクで、ファラオの化身の方が使わないで、一旦ファイアウォールドラグン、ファイアウォールドラグンリンク召喚、で総合リンク、あ、で、アデク効果2体使いまして、儀式魔法と儀式モンスターサーチ、はい、まあ、これでエクストラを破壊していくんで、ドラグマのアルバゾワとドラグマーターで、ファイアウォールドラグン効果、さっき落としておいたダブルゴ回収で、一旦ジーランティスにしまして、ここですね、はい、でジーランティスの効果を起動しまして、もう一回出し直しますと、そうするとファイアウォールドラゴンちょっと別のモンスター使って相手のターンに、ね、あの妨害効果使えたし、まあまあまあ優秀なんで、あとあのジーランティスの、総合リンクで破壊されるみたいな、総合リンクの数だけ相手のカード破壊するみたいなバトルフェーズに、ね、みたいな効果もあります。はい、でディバイナル効果発動を、ヒエラルキアからのヒエラルキアで、ディバイナーをリリースして特殊召喚、おいおい、でディバイナーリリースされたので効果発動、手札デッキからレベル2以下の天使を特殊召喚、エンジェル O1 誰で、ドラグマーター効果、レベル12のモンスターをエクストラデッキから持ち送り、現れよドラグマのアリバゾン、そして、ドラグマのアルバザーの効果発動、自分のエクサデッキを、墓地に叩き落とし、自身のエクサデッキのカード2枚につき1枚、相手は手札かエクサデッキのカードを墓地に置かなければならない、くらえ、このアルバザー君の効果により史上最強のエクストラデッキ破壊、ちなみに7枚ですね、基本的には相手多分15枚あるんで、エクストラ7枚のカードを墓地に送らなければならないということで、まあ、楽園とか送られると意外とねアドバンテージ稼がれるんですけども、その後に全部エクストラデッキ破壊してあんま意味ないという話はある。送っちゃいけない、エクストラデッキ墓地で送っちゃいけない、できちゃった、待ってくれ、ドグラミ踏んだ、助けて、やばいやばいやばい、マジでやばい。あ、でもあれか、ヌトス計らできんじゃん、ガレウラワンドロー、やべ、これあぶねえ、ヌトスこれ計らしたら全部止まんじゃね、神起きたわ、神起きた、あぶねえ、クソ危ねえ、そう危ないわ、やばいやばい、マジでマジでマジでやばい、ちょっと待って、ヌットスこれ測れなかったら終わったぞ本当に。チェーンさんを無効にすればいいんだよな、チェーンさんを無効にすればいい、これで、はい、でヌットス砲無理で、ガルーラでワンドロー、マロンでバウンス、まあ、バウンスは除外される、でヌットス砲効果無効無効無効、あっぶねえ、マジでマジで危ねえ、マジやぶれ
いやこれザボルグ出して破壊できるんですけど、8枚エクストラデッキ相手の8枚破壊しても良くないことしか起きないでしょ。あれあのデッキ多分これドラグマでしょ、儀式軸ドラグマとかそっち系かな、ちょっと分かんねえな。いやこれ、ね、ザボルグ出さない方がいいね多分、さすがにザボルグ出したらさすがに終わりそうで、カルテ効果、使って出てきてで融合してみたいなことできればバスタード、やばいザボルグ、ザボルグ出す意味ないんだけど、マジでザボルグ出す意味がない、やばすぎでしょ。待ってくれ、ちょ待ってくれ、ちょ待ってくれ、マジでちょ待ってくれ、それは聞いてないわ。ちょ無効系用意できないんだよな、なんかいやエクストラデッキ破壊するのに全力かけてたらさ無効系用意できんってさ、ちょブラックホールあかんって、ちょっとグランディアでなんとかするしかねえ。で全部破壊されて、あーデッキサなんだけど、マジでデッキプレシア召喚終わったわ、終わり。デッキプレシアパイセンやばすぎでしょ。さすがにあれか、これエクサデッキからもうさ出てこない気がすんな。グランギニョルの効果も発動して魔導士の力やば、おい穏やかじゃねえな。フロックワークライト、あメタビか、メタビだこれ、ドマグマパンチメント入りのメタビだね多分これね。いや脳死すぎん脳筋すぎるだろそれ。4号エクレシアはあかんだろ、やばいわ。魔導士の力2枚のエクレシアがムキムキすぎてやばい。えところてん方式、あやべ、ちょっと世の中にはエクストラデッキをね墓地に送ってはいけないデッキもあるということを皆さんにお伝えできました。